SAO、 そして ALO と続いてきたフルダイブ技術の広がり、それはやがて新しいゲームの誕生へとつながっていく。今から一月ほど前、俺たちゲームプレイヤーだけではなく世間を騒然とさせるゲームが突如発表された。そのゲームの名はソードアートオリジン。 SAO と名前が似ているだけではなく、ゲームデータも SAO からの移植とあって誰もが驚きをあらわにした。かつて4000人もの犠牲者を出したデスゲームに酷似したもう一つの VRMMO、当然のように世間からは批判の声が上がるが、それを抑える手回しがすでになされていた。安全性を打ち出しているアミスフィアの使用と、政府機関による運営会社の監視、さらには開発協力としてセブンが名を連ねていた。このゲームの真の目的はフルダイブ技術の発展のため、様々なデータを取ることらしい。その上でセブンの開発協力は、世間の批判を払拭するためだけに起用されたのだと、自身が話していた。それでも、あえて何も言わず協力したのは、フルダイブ技術の可能性を追い求めるためだという。新作発表の騒ぎが徐々に落ち着きを取り戻した頃、俺たちはセブンからオリジンのテスターとして招かれる。俺や SAO で共に戦い抜いてきた仲間たちは悩んだ末にテスターとして参加することを決めた。それはセブンと同じくフルダイブ技術の可能性を追いたいという気持ちが確かにあったからだ。俺たちにとってもう一つの現実、そこで互いに気づいた思いを否定しないためにも、俺たちは前へ進まなくてはいけない。こうして俺たちはオリジンのクローズドベータ初日を迎えた。クローズドベータが開始して2日目、今のところおかしなことが起きている様子はない。だとすると昨日のあのメッセージは何だったんだ。アインクラッドは SAO の舞台の名前であって、このゲームの舞台はアイングラウンドだ。現実性融合ネットワーク、アクチュアリティインテグレーションネットワーク、その頭文字を取ってアイングラウンドと名付けられたらしい。もちろん多少なりと影響を受けているだろうけど、少なくともアインクラッドという名前じゃない。それから送信者の C。 このメッセージを送ってきたのは一体誰なんだ。おーい、聞こえてますか。あ、
ようやく気がついた。ああ、フィリアたちか。さっきから声をかけていたんだけど、道の真ん中で麻痺毒でも食らった？難しい顔していたけど、どうしたの？悪い、ちょっと考え事は。それよりも、今日は3人とも来られたんだな。昨日はどうしても外せない用事があったのよ。本当はみんな揃ってゲームを始めたかったけどね。仕方ないさ。逆に昨日はいたけど、今日はログインできない人もいるし。シノン、もともとは SAO のプレイヤーではなかったはずが、ゲームに不具合が生じた際に運悪くログインしてしまった。精神的な治療を行っていたという話は聞いているが、彼女の過去に何があったのかは聞いていない。物怖じしない性格で、冷静な判断に助けられたことがたびたびある、頼りになる仲間の一人だ。僕も昨日は病院の検査でさ、体を休めるように言われてたんだよね。今日は来ても大丈夫だったのか？バッチリ、思い切り遊んでもいいって言われたよ。よかったじゃないか。でもゲーム開始直後はやること多くて大変だぞ。勇気、ALO では抜群のバトルセンスを持っていて、周りからはゼッケンと呼ばれている。彼女の強さは長期間のフルダイブが関係しているが、その理由は後天的な病による終末期医療を目的としたものだった。幸いなことにアスナや俺たちと出会ってからは容態も安定し、仮想現実の世界であっても毎日を全力で過ごしている。やることが多いなんて楽しみだよ。昨日来られなかった分、頑張って取り返さなきゃ。にしても本当に SAO そっくりだね。まだ街の中しか見てないけど。懐かしいだろ。けどところどころ調整もされていて、店の数や種類も変わってるんだ。へえ、それは探索のしがいがありそう。フィリア、 SAO のプレイヤーだった彼女とはホローエリアという変わったところで出会った。本来はプレイヤーが入れない秘匿エリア、そこに囚われたフィリアと脱出するため共に戦い続けた。当初は警戒心をあらわにしていた彼女も、今ではこうして仲間とも打ち解け、本来の明るい性格を見せてくれている。ここが SAO でも最初に来る街なのよね。こんなところだったんだ。シノンが SAO に来た時はリーファと同じくデイモンがおかしくなった後だったもんな。76層より下には行けないっていうあれね。自分があのデスゲームにログインしちゃったって理解した時は本気で焦ったわよ。ダイブしちゃったのは完全に事故だからな。あの時シノンに出会えてよかったよ。それこっちのセリフじゃない？ま、じゃあ、私はやっぱりこの街、俺たち SAO 生還者サバイバーにとってはそれが普通の反応だと思うよ。けどここはあのゲームじゃない。そのことは間違いないからさ。
そっか。うん、そうだよね。せっかくセブンちゃんが招待してくれたんだから、思いっきり楽しまないと。僕は SAO の街並みを見たことがなかったから、すごく、やっぱ ALO とは雰囲気が違うね。悪くないだろ、こっちの感じも。うん、見て回るだけでも楽しそうだな。私もどこにどんなものがあるのか見ておきたいかな。それならまずは街の中を見物しようか。私が案内してあげるよ。それは助かる。よろしくお願いね。やったね。おすすめの場所とか教えてよ。じゃあ私たちは街を回ってくるね。後でクエストとか一緒に行けたら行こう。オッケー。あとそうだ、忘れちゃいけなかった、フレンド登録しておかないとな。あ、そうだね。ふつつか者ですが、よろしくお願いします。ちょっとおかしいでしょ、そのセリフ。よし、みんな登録。はあ、いってらっしゃい。そうね。よし。国鉄球か。ここにはあまりいい印象がないんだよな。この場所はゲーム中にプレイヤーの HP が尽きた時、死に戻りする場所として用意されている。そして本来なら SAO でも同様の使われ方をされるはずだったんだ。でも結局デスゲームと化した SAO では誰一人として死に戻りするな。くっそー、やられた。回復しなくてもいけるって思ったのが失敗だったな。リベンジしに行こうぜ。もう敵のパターンは把握できたからよ。おう、心配することなんてない。さてと。ごめん、後ろに人がいるって気がつかなくて。君は間違いない。あのメッセージ、俺のことを追ってきたのか、それとも単純にここが徘徊ルートなだけなのか。ぼーっとしてました。あ、いや、こっちこそ気づかなくて。手を貸すよ。となると普通に考えればクエスト。なあ君、欲しいもの。違うか。な、発生し、発生とは。いやこっちのこと。目的地までの連れ歩きクエストってことみたいだな。よし、それじゃあ君の行きたい場所に案内するよ。わかりました。お、パーティーに入った。あれ、名前が空白だ。クエストをクリア。どうかしましたか。ああ、ごめん。